ちは、ゆきろくです。今日はですね、僕会社も休みで一日休日なんですけども、特にすることもなくということで、今回一人ドライブをしているわけなんですけども、今いるところがですね、ちょうど香川県の引田市から徳島県の鳴門市に入ってすぐのところですね、国道11号線沿いにある、ちょっと休憩所みたいなとこがあるんですけど、今そこにいます。で、今回のその目的地なんですけど、ちょっとね、名前がね覚えられないのでスマホを見させてもらうんですけど、宇達峠っていうところがもう少しね11号線を東の方に行ったらあるんですけども、そちらの峠を通ってですね、最終的な目的地は道の駅大工の里っていうところまでね行こうかなと思っております。これもね、家を出る30分前ぐらいに決めたコースなんですけども、今回はねそちらの方を走っていく Vlog にしたいと思います。はい、で、今から出発するんですけども、今ねここの近くになんか渦潮ロマンチック街道っていうところがあるんですよ。はい、そこの道を、ちょっと軽く通ってからこの宇達峠っていうところをですね走って道の駅目指していきたいなと思います。さあ、それでは行きましょう。よいしょ。ちょっとね、もう本当に外が暑くてね、エアコンかけてないと走ってられんですね。めちゃくちゃ暑いです。今、外気温は33度ですね。もうちょい暑い日はもっと暑いんですけどね。今日は33度ということで、十分暑いんですけどね。さあ、それでは国道11号線を走っていきます。ちょうどね今トンネルが見えるんですけど、あれなんていうのかな、三つトンネルっていうところがあるんですけど、ここの手前で曲がるところがあるんですよ。ちょっとここをね、左に入って、海沿いの方を走っていきたいなと思います。ここですね。よいしょ、来ました、渦潮ロマンチック街道ってとこ。僕もねここ初めて通るんですけど、どんなとこなんですかね。一応車は通れるらしいので、このまま突っ切ってね、突っ切ってね行くんですけど、なんかねオブジェみたいなのがあります。なんか何ですかねこれ。で、前から車来たっすね。めちゃくちゃトンボ飛んでますよ。映ってるかな。なんかすごいね、石でできた、何これすごいオシャンティーなね建物オブジェみたいなのがあるんですけど、でね、こっちはもう完全に海ですね。特になんか大きな堤防もなくって、もう本当にガードレールだけって感じですね。めちゃくちゃ丸見えですよ。なんかね、至る所にねこういう石でできたね、なんか何かがあります。はい。これなんだこれ。これって下取っちゃダメなのかな。やばいよね、道幅的になんか。これは避けた方がいいの。86だったら通れそうですけどね。なんだろうあれ。ちょっと止まって撮影してみる。ちょっとこの辺で誰も車来てないので、ちょっと止まって撮影してみたいと思います。よいしょ。幅的に多分86ギリギリぐらいですね。てかね、アブがいるんですよ、なんかいっぱい。ちょっとさっと乗りたい。アブが入ってくる。アブがおる。危ない。この辺ね結構田舎なので、大きめのねアブがいっぱい飛んでます。なんか車の排気ガスとかになんか集まってくるらしいですね。いや、ほんと夏嫌ですね。暑いし虫はいっぱい出るしで。何これ、でっか、キモいな。キモいな。じゃあ、それでは出発しましょう。負けはね、OK。芸術的なね作品がいっぱい、なんか道のね至る所にね
飾られてますね。ここで終わりかな。よいしょ。まあこんな感じで終了ですね。はい、はい、それじゃあ宇多津峠の方ね向かっていきたいと思います。逆だったかな。なんかちょいちょいね、ああいう合流地点のところでどっち出せばいいか分かんなくなりませんか。僕だけですかね。はい。海沿いの道は走ってて気持ちがいいですね。まあ、ちょっと今横はあんまし見えないんですけど、海の方はね、なんか堤防があったり植木があったりして、あまりしっかりとは見えないんですけど、道もね綺麗ですごい走りやすいです。多分そろそろ宇多津峠のね入り口が見えてくると思うので、そこまで走っていきたいと思います。なんか看板出てる、宇多津峠とは書いてないですけどね。この交差点を右に曲がります。おお、なんかいい感じの道ですよ。では登っていきます。入り口はね片側一車線で結構広めですね。割と走りやすい感じです。この大浅っていう方に行きます。よいしょ。まあ、今回目指す道の駅大工の里なんですけど、なんかねジェラートがね有名というか、まあその道の駅で食べられる特産物みたいな感じなんですけど、おお猿がいる、猿いるな、普通にいるな、顔真っ赤にしてるな。でそうジェラートがねあるということで、今回はそちらをねいただこうかなと思います。いろんな味があって、僕が気になっているのはナルト金時味のジェラートを今回食べようかなと思ってるんですけど、なんかね結構種類ありましたね。ちょっと今覚えてないんですけど、またねもし美味しかったら何回か通って全種類ね、制覇したいなとか思ってたりもしてます。今日は申し訳ないです、マフラー音の、音は今回は撮っていませんっていうのがですね、まあ、今回音声を別撮りで撮っているので、まあ、その絡みで今回はマフラー音は収録なしということで、車内だけの音になってしまいますが、あらかじめご了承ください。本当はマフラー音とね僕の声と両方別撮りしたいなって感じではあるんですけど、今はちょっと機材がないので、またおいおい揃えていこうかなというふうにも考えています。ここまではね割と道幅もまあまあそこまで狭くなくって、結構走りやすいですね。こっちかな。狭くなるな。いける？ギリギリいけるか。いけるね。こういうねカーブだと全然対向車見えないんで怖いですね。今ね結構傾斜はかなりきついですね。まあ峠っていう感じがして非常に楽しいんですけども、だと結構アクセルをねガーッと踏んでいけるので、エンジン音とかね、あと86の場合ってサウンドクリエイターってやつがついてるんですけど、その音がね結構車内に入ってきて、まあ、非常にね登りは楽しいですね。
ても偉いな。おう、たくそう。お、決まった。こういうね、下りで結構くねくねしている道は3速からね、2速に落とす時のヒール&2とかね、結構練習しやすいですね。こうやって楽しいですね。まあ下道ではそんなに頻繁にヒール&2は使わないんですけど、やっぱね、こうバシッとこう決まるとね、気持ちいいですね。やっぱまあここがマニュアル車の醍醐味ですよね。大工の佐藤です。それじゃあちょっと歩いていきましょうか。それではですね、ジェラートも食べれましたので道の駅を後にしたいと思います。僕が食べた味はですね、2種類あって、まずはナルト金時焼き芋っていうジェラートと、あとは和三盆とつぶつぶレンコンっていうやつをいただきました。和三盆の方は、まあ、名前の通り、あのレンコンがですね、ちょっと細かく刻んだレンコンが入っておりまして、食感が良くってね、非常に美味しかったです。ナルト金時の方も焼き芋の皮のとこですよね、あれを細かく刻んだやつがね、中に練り込まれていて美味しかったですね。また今度来た時は別の味も試してみようかなと思っております。ということで、今回のプチドライブ Vlog は以上にしたいと思います。これからまた家の方帰っていくんですけども、まあ、帰る前にちょっとね、近くに、まあ、近くでもないか、スーパーオートバックスが、ね、あるので、そちらによってちょっと新しいサンシェードが欲しいので、まあ、そちらを購入して帰ろうかなと思っております。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。
記録でした。チャンネル登録者300人突破、本当にありがとうございます。これからもゆきろくチャンネルよろしくお願いいたします。